is coming out today. It's time. Everybody pipe down. こんにちは。大乱闘スマッシュブラザーズディレクター、空の桜井です。何々の使い方シリーズ、前回のセフィロスまでしっかりご覧になられている方は、この周りを見て、おや?と思われるかもしれませんが、今回、私の家での一人収録に戻っています。前回はスタジオだったんですけどね。新型コロナウイルスの影響で、収録時現在、日本には緊急事態宣言が出ています。日本での1日あたりの新規感染者数はおよそ6000人。これが多いと思うのか少ないと思うのかは、お住まいの地域や国によって異なる影響を受けるかもしれません。しかし少なくとも日本では感染拡大、医療逼迫などが叫ばれている現在です。スタジオに人が集められなくなったため一人収録に戻ったということです。またスタッフいません。笑いを返してくれる人もいないという。仕事は普段から完全テレワークですが、ますます人との接触がなくなりましたね。ともあれ頑張っていきたいと思います。一人で。ではまず最初にゼノブレイド2とは、スイッチが出た年である2017年に発売された作品 RPG です。亜種生命体であるブレイドとそれと対になるドライバーがいる世界。ブレイドであるホムラとそのドライバーになったレックスを中心に進むお話です。戦闘などシステムの理解が難しいところもありますが、分かれば奥が深く、また独創性あふれる世界が山ほど楽しめることと思います。制作はモノリスソフトさん。広大な地形を誇るゼノブレイド2の開発当時、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルドのお手伝いもしていたはずで、どのようにまとめたのだろうと疑問に思える仕事量ですね。そしてホムラは天の聖杯と呼ばれる伝説のブレイド。真に殺されたレックスに命の半分を分け与え、世界樹の上にあるという学園を目指します。光はホムラの中で封印されていたもう一人の人格というより、こちらがオリジナルでホムラは後から形成されたものです。設定からすでに気になる要素満載ですが、詳しくは原作の原点で。簡単に言えばホムラと光はデレとツンですね。どっちなの？はい、これから私が直接操作しつつ解説します。ゼノブレイド2のコントローラーなんです。すごいですね。例によって現在開発中のものなので、見た目やバランスが変わるかもしれないです。カメラは開発中のものを使います。また、ゼノブレイド2はキャラクターボイスを日本語音声で統一します。海外では英語ボイスが実装されますので、ここもご了承ください。今回は先にステージ紹介をしておきます。専用ステージはアルストの雲海。ゼノブレイド2の世界アルストは大半が雲海に沈んでいて、巨神獣と書く巨大な神のしもべアルスの上で暮らしている世界です。ステージはじっちゃんこと青龍の背中の上をモチーフにしています。最序盤に出る、主人公レックスの家でもあり、本編では青龍の姿は大きく変わることとなります。青龍が雲海を進むのですが、遠景には劇中にも出てくるアルスが登場します。アルスは土地や地方でもあります。アバリティア紹介。ここは土地というより船ですね。ついてきているのは渦潮。グーラ領は自然豊かで基本的な冒険を感じられるところ。インビディア。アルスの体内に広大な土地を持つ自然主義の列王国。スペルビア。スペルビア帝国は機械技術が進む軍事国家です。ルクスリア。ルクスリア王国は多くが寒冷地の試される地。アーケディア。法王庁がありマルベーニが務めています。今アルスのダイジェストが出たと思いますけど、こういうのも私がこの場で撮影しています。背景色の変化も原作合わせ、原作登場順に並べており、懐かしく感じる人が多いのでは。参戦ムービーにあったように旅の仲間がゲストとして登場します。
必ずドライバーとブレードが対になって登場します。ニアとビャッコ、グーラ出身のドライバーとは表の姿、トラとハナ JS、 JS はジェットスパークのモノレクです。これになってます。メレフとカグツチ、スペルビア帝国の炎の貴公子、ジークとサイカ、ジーク B アルティメットゲン、いわゆる中二病満載の人ですね。ステージは青龍の気まぐれが大きな特徴です。首の上げ下げによって起伏が生じたり、背景にアルスが出るとそちらによそ見をして地形の広さが変わってしまうこともあります。復帰しようとしている時に振り向かれたりすると、助かるものも助からないことがあるんですね。ギッチャーンとまずギッチャウ。よく見ると振り向き前に首を振ったり、汽笛が鳴ったり、風車の回転が速くなるなどの予兆があります。レックスの家も閉じてますね。なお戦場ステージ、終点ステージはこんな形になります。じっちゃんで無理やり戦場化するとニコゴリのようになりかねないので、こういうオリジナルの台を作っています。ゲーム中にあんまり見ることができないでしょうから、下の方も見せておきますね。エンジンみたいなのついていたりして、天板にはこんな感じに模様が入っています。次にファイターのご説明です。ホムラと光がファイターです。なんと主人公であるはずのレックスがファイターではありません。俺が参戦するんじゃないの？何か聞こえたような。企画段階ではレックスとホムラ光が2人セットで動いて共闘することも考えましたが、だけどこのゲームアイスクライマーのようなシンプルなものでやっと2人動かせるんですよね。このぐらいが限界です。8人対戦ならアイスクライマーもかなり切り詰めてやっと動くのに、ホムラと光はファイターの中では最も複雑なデザインなのでは。見てください、この画数の差。デザインについてはかなりいい造形になっているとは思いますが、原作と少し異なるところがあります。ホムラはここが異なります。ストッキング時になっているところ、ギリギリ通るものにしようと何回も何回も作り直してやっとここに立っています。光はいわゆる多人数戦闘用衣装光のコスチュームになっています。これはかつて本作のスピリッツにおいて新たに書き起こしていただいたデザインです。実は逆移植的にゼノブレード2本編でも使うことができます。2人はスマブラデラックスにおけるゼルダシークのように下必殺技でいつでも切り替えることができます。ホムラと光どちらを先行させるのかはファイター選択画面で Y ボタンを押すことで切り替えることができます。次にカラーバリエーションについて、実質2人なのでカラーバリエーションも 2×8 で16種類あります。それぞれセットになっているので自由に組み合わせられるというわけではないのですが、バリエーションが多くより楽しめることと思います。 2P カラーはクネウマイメージ、 3P はホムラ風光と光風ホムラ、原作にもありました。 4P は猫耳パーカーイメージのホムラとニアイメージの光、 5P はダークカラーヴィラン風にしてみました。6P はトリコロール、旅客機のような爽やかなゲームです。 7P はリアルタイプというとなんだけど色合いを極端にしてみた版、 8P はゴールドシルバー、プラチナレンタ、特に 3P は相手を惑わす戦略に使えるかもしれないですね。ただ 3P に限らず色が違えば紛らわしくはなるのだけど、下のインフォを見ればお顔でバレバレであるということはお伝えしておきます。2社の違いは、簡単に言えばパワー型のホムラと、スピード型の光ということになります。運動性能はこれぐらい異なります。Damn! 2
スガードもやっぱり光の方が速い。ジャンプのスピードなんかもだいぶ光の方が速いって言いますね。同じ時間だったら回数繰り返しできちゃう。さらに個別の特徴を増す特殊性能があります。ホムラはフレアスマッシュ、もともとパワー型ですが横スマッシュ攻撃が格別に強くなっています。ダメージも大きいしよく吹っ飛ぶ。当然隙は大きいですが他人数ランクのラッキーパンチを狙ってブンブン振るのも良いのです。光は運が強さ、回避の出来は本来ならダメージを受けるタイミングで運が強速を発動させダメージ軽減とわずかなスロー効果が得られる技です。狙って出し続けるのは難しいかもしれないけど純粋に回避が運動されて反撃のチャンスを生むことができます。こうしたら好きだなという。ベヨネッタのバッドウィズイントに出ますね。次に通常技の説明です。ゼルダシークと異なり通常技の対立はおおむね同じですが、ここでもスピードとパワーが異なります。同じ技を使った場合光の方が素早く出るしコマラの方が威力が高いです。リーチはコマラの方が少し長い傾向ありますかね。比較してみると技のスピードはかなり異なりますね。こりゃ光を使うでしょうなんて思うかもしれませんが、蓄積ダメージに注目してください。同じ技でも威力はこんなにも違います。こりゃホムラを使うしかないよねとか思うかもしれません。攻撃力アップの比率が決まってるわけではなくて、各技ごとに設定されています。もちろんどちらが強いのかは戦局や戦法、相手の対応プリによります。そうして押し付けてれば強いし干渉を疲れるというのは、ただずっとチェンジしていなくてもデメリットはないので同じ方を使い続けるというのも立派な戦略です。弱攻撃は単発で止めるとアッパースイング、連打で100列、ほぼ全ての技がそうですが、ホムラは炎、光は光のイメージを持っています。光が光とな。ダッシュ攻撃、光は素早さで間合いを詰めやすく、ホムラはそのパワーで撃墜をも狙います。強攻撃、光のスピードは連打もでき牽制やお手玉に向きます。ホムラのパワーはダメージソースになりますね。特に光の強攻撃下は相手や蓄積ダメージ次第ですがかなり多くの技がつながりそうです。そしてスマッシュ攻撃、先ほども触れたようにホムラの横スマッシュ攻撃は格別です。製品版では調整されるかもしれませんが同じ体力ためらしでもこれぐらいの落差があります。もう最大ためなら 20% からの撃墜もできるかもしれません。そしてそう簡単に食らうわけないんですけどね。隙は非常にでかいので気をつけましょう。食らわないんだ。じゃあやりますやります。はい、上スマッシュ攻撃は光は連続ヒット、ホムラはだいたい一撃とか単発気味に当たる違いがあります。どちらも前からヒットすることができます。下スマッシュ攻撃は左右同時攻撃、やはり攻撃速度には大きな差がありますね。通常空中攻撃もホムラは単発、光は連続という差がありますね。吹っ飛んだ後のホムラの視野さんかも随分異なってくると思います。前空中、後ろ空中、上空中と空中制御にも大きな差がありますから攻撃の当てやすさなどは光が勝ることと思います。ただやっぱり威力が違います。手数で勝ってもダメージで負けることは少なくないでしょうね。次に下空中攻撃、下空中攻撃はホムラにだけメテオがあります。広くて開けやすいですが、弱い弱めなので追撃にはご注意。崖外への追撃は光の方が速いので追撃しやすいという考え方もありますし、ホムラの方がより吹っ飛ばすので追撃しやすいという考え方ももちろんあります。
つかみにも事実上の落差があります。光の方が素早いため前を詰めてつかみやすいですね。外れても素早ければリスクを抑えられることでしょう。反面威力はホムラの方が大きいです。 So it's fucking Mario with Dr. Mario, bro. 後ろ投げ in one character. 上投げそして下投げ、それぞれ用途に合わせて使い分けていくと良いと思います。特に下投げはどちらでもコンボしやすいですかね。 It's crazy. Ooh, crazy. 次に必殺技の説明です。下必殺技はチェンジだから通常、横、上必殺技の3種ずつ、ホムラと光で6通りです。それぞれ原作の必殺技をモチーフにしています。原作の映像を含めながら交互にご紹介したいと思います、うん、okay. ホムラの通常必殺技フレームノバ、剣を周囲に回転させる技です。 Oh no, I don't like the way that looks already. こちらがスマブラ版、ボタンを長押しして貯めると回転数と威力が上がります。 Can I move? 左右同時攻撃なので本戦にも強いし、いわゆるめくりもしやすいです。そしてしっかり貯めれば相手を撃墜できるほど威力が高い。ジャンプして溜めながら近づくのも有効です。なお溜めをキャンセルしたり保持することはできません。出せば必ず出てしまう。地上でもごくわずかに左右移動できます。これはおまけ程度ではありますが、シールドされたら相手から少しでも離れることをお勧めします。光の通常必殺技はライトニングバスター、連続で斬撃を繰り出します。スマブラ版は同じように長押しして貯められる連続斬撃です。ホムラとの大きな違いは前方に集中した攻撃であること。また貯めることでリーチが伸びます。最大まで貯まると斬撃が1回増えます。これ通常、これ最大。一応無敵も生じます。バランス調整中なのでどれだけ有効なのかはまだ未知数ですけどね。ホムラの横必殺技ブレイズエンド、剣を投げ飛ばし連続ヒットさせます。スマブラ版は少し変わった飛び道具です。 What kind of shit is that? スマッシュ入力により飛距離を変えることができます。これスマッシュの間、こっちアルバ。スマッシュ入力でも威力は大差ないけど、クリーンヒットとかすってヒットでは結果的にダメージが変わります。最大の特徴は剣を投げた後にホムラ本体を操作できます。剣がないため攻撃はできませんが、歩行や走行、ジャンプ、シールド、回避などが使えます。剣を受け取るときに突きができるのでご注意。復帰措置を遮るのも使えますが気をつけて、剣を投げているので上必殺技など踊ることはできません。空中ジャンプ、空中回避の崖が届く時のみ使ってください。一応反射もできます。光の横必殺技フォトンエッジ、ワープしながら無数の斬撃を繰り出します。スマブラ版はワープしながら突進することができます。性質はセフィロスの八頭一戦にも似ていますが、移動は横方向だけです。ホムラと異なりスマッシュ入力などもありません。どさくさに紛れて出すとなかなか対処しにくく頼りになります。反面隙はでかいのでご注意。復帰にも使えます。仮にホムラでやられても変身してすぐに使えばいいでしょう。攻撃範囲が広いですが、対処策としては素直に飛び道具で迎撃するとか、素直にシールドして攻撃後を狙うのが良いと思います。なお崖際から少し離して使えばとどまってくれます。崖に近すぎると落ちちゃうので要注意。ホムラの上必殺技プロミネンスリボルト、大きな火柱を上げる技です。スマブラ版はジャンプして着地時大きな火柱を上げます。もちろん復帰に使う技ですが、吹っ飛ばす威力がだいぶ高いので撃墜に使うことができます。
出だし際に切り上げがあり、それはスマッシュ攻撃よりも早く出るので確実に当てられるなら攻撃としてもいいですね。もちろんコンボを狙うのもあります。なおわずかに前後移動できます。光の上必殺技パニッシュメントレイ、ジャンプから砲弾を放つ技。スマブラ版は切り上げ上昇後地面に対して砲弾を射撃します。光の必殺技上は実はもう1種類あります。上昇中ボタンを押し続けるか連打するとレインボーダストになります。レインボーダストは原作ゼノブレード2のダウンロードコンテンツ黄金の国イーラにおいて登場した必殺技ですね。パニッシュメントレイは強い球を一発、レインボーダストは扇状に球を5発発射します。復帰阻止に使うならパニッシュメントレイの方が飛距離はあります。直接のダメージソースにするならレインボーダストの根元ヒットの方が上回るかも。より多くの球を当てられる場合ですけどね。なおそれぞれ反射をすることができます。レインボーダストは跳ね返したそれぞれの球が光方向に返っていきます。そして散々出ていますが下必殺技はチェンジです。正確には光チェンジ、小村チェンジと言います。高速切り替え可能です。変身時わずかに無敵が発生するので回避のように使えないこともないです。最後の切り札もホムラと光で異なります。ホムラの切り札はバーニングソード、謎の着地。これをスマブラ流にするとこうなります。謎の着地も再現。続いて光の切り札はセイクリッドアロー。これがスマブラ版です。簡単に分別すればバーニングソードは撃墜重視、セイクリッドアローはダメージ重視です。まず最初の斬撃で相手をそれぞれ3人まで巻き込みます。レックスが発動してますね。最初の斬撃に当たらずとも発動できればそれぞれ第三者を巻き込むことができます。セイクリッドアローは各段で判定を持っているので体の大きさや当たりどころによってダメージが変わります。まあ、撃墜したい場合はホムラ、ダメージを与えたい場合は光を使うというふうに覚えてください。ホムラと光の差はどちらが強いとかどちらを使うべきなのと論じても仕方がないですね。双方に異なる利点があっていつも両方使えるんだから戦局によってどんどん切り替えて利点を押し付ける運用をすればいい。逆に欠点が引き立たないようにしましょう。まあスタンダードな使い方としては、序盤で光を使って相手のダメージをためホムラでとどめを刺す方法、余裕があるときはホムラで、ピンチのときには光で攪乱する方法、最初から最後までホムラを使ったり光を使ったりで通す方法もあります。おおむねこのような運用になるのではという予想はあるのですが、それを上回っていろんなことをしてくれることに期待しています。楽しんでください。私はどちらかというとホムラの方が好きかな。あ、ファイターの話ですよ。やっぱりホムラかな。Yeah, right. いや、ファイターの話だからね。レックスの登場についても触れておきます。ホムラと光の応援にしばしば登場します。まず登場シーン、最後の切り札では発動時に上切り下切りの違いがあります。範囲はあまり変わりません。そして上アピール、レックスがやることは同じですがホムラと光が接する態度が少し違います。勝利画面でも登場します。ホムラと光で3つずつの勝利パターンに2つずつ出ています。ちなみにホムラと光は試合終了時の姿が勝利画面に反映されます。なお
ファイターパスボルワンを買うとレックスのミーファイターコスチュームがもらえますので、こちらも改めてお知らせしておきます。ファイターパス2ではなく1です。カービィコピーもトムラと光で異なります。使えるのはフレームの場とライトニングバスター、一粒で二度おいしいということになりますけれど、ところでカービィのコピー能力の全てがそうなんですけど、コピーするとその技はオリジナルより強くなります。蓄積ダメージに注目してください。コピーする手間や自分で選べない必殺技である分、攻撃力を上乗せしているわけです。広く知られていないのでプッシュしてみました。ちなみにホムラの場合、最大ためにもなると、Nigga, what?Why does that move so much fucking damage, bro? I hate this game, bro. それでは一通り説明しましたので、実践に移りたいと思います。I know we're talking about Pyra, but Kirby's been 47. Who the fuck cares about fuck ass Kirby, man? はい、今回は団体戦で行ってみようと思います。Kirby. Why does Kirby 相手は参戦ムービーでホムラをいじめていた3人組。I hate this game, man. こっちも3人組ってことになりますけど、そんなことあるか。これはやっぱりホムラ光をプレゼンしないとしょうがないですからね。3対1でなんとかする、いや3対2なのか。ちょっとあれですね、普通よりも必殺技を多めに言ってみましょう。ちゃんと雰囲気をしてね。お、危ないよ、そんなことやってると。これちゃうよ。実はね、コンピューターもちゃんと混乱するんですよ。まあこういう場合は上下の動きとかないからなんだけど、このもういらん。嫌でしょこういうの。Tito's saying Kirby's at 47 is not important to me. That's all I'm saying. おっといけねえ、ぶつかった。That's crazy to me. I don't give a fuck. That's crazy to me. I don't give a fuck what you say. I don't care that Pyro's in there. He said all Kirby's moves do more damage. こんなにダメージ与えると大変なんで。I saw her move do 39%. まあ序盤は光でってのはセオリー。Oh my god. おっと、いかんね。I don't give a fuck how irrelevant Kirby is. I'm gonna, if I pick up this game again, niggas gonna be playing Kirby and hitting me with 47 if I pick this fucking ass game.入ってしまった。Fuck Kirby. Fuck you. Bro, that doesn't matter because it's fucking Kirby. Beat his ass.Man, I don't even play this game, so I don't give a fuck. What I'm saying, but that's what I'm saying. It doesn't matter if Kirby's Pyra neutral beat us 47% because it's fucking Kirby at the end of the day. That's all I'm saying. Man, but what I'm saying is that you're right, but at the end of the day, I'm also right. At the end of the day, it's still 47. That's ridiculous. That is crazy. もうほとんど食らえないね。 Patrol thingy for 3 months. でも必殺技はちゃんと使ってこう。これキャリア付きだね、サクは。おっと、こっちに来た。危ないな。お、いいところで構えましたね。これ相手がゼロだから、どちらかというと光でダメージ重視にしたい。そりゃようこそですね。ようこそようこそ。でも体も細いしな。そんなに高いダメージにはならんかもしれませんが、こんなもんいらん。That, that up smash or up tilt, whatever that spinning multi-hit move is, that shit looked good as fuck. Tou Kan. It didn't look like Mithra's up B with combo. そろそろやばいよ。こっちもあっちも。Kind of like, I don't know. そりゃ来ないよね。来ないよね。I gotta test that with the character. これでどう？ Damn. The smash ball didn't break. よし、これで決まったら気持ちいいぞ。決まったらね。今だ。うわあ、今だ。おー、かわして。これモンスターボールでフィニッシュっていうのはないよな。ガーディボール。はい。Let's go。と、これどうですか。よしよし。はい、無事に勝つことができました。テディ。ちなみに CP レベルは8ですね。はい、お疲れ様でした。次に音楽です。サウンドはゼノブレードシリーズということになりますから、すでにガウル平原に実装されている音楽と合わせられます。
追加される楽曲はご覧の通り、なんと16曲追加です。ゼノブレード2の曲は最初から3曲入っていたので計19曲、ゼノブレードシリーズの曲は27曲になります。ガウルヘーゲンでも使うことができますが、これを機にガウルヘーゲンでは初代ゼノブレードの曲が、アルストの雲海ではゼノブレード2の曲が主体で、オレ曲に設定されるようになりました。アップデートの際、オレ曲セレクトの確率が変わっていることと思いますので、好きな曲を再調整していただければ幸いです。なお、勝利ファンファーレは戦闘曲から織り込んでいます。特典のスピリッツボードも入っています。実はもともとレックス、ニア、トラ、ハナジェ、エース、メレフ、ジークのスピリッツは製品版に実装していました。ただし、BGM をゼノブレード2のものに置き換えたりしています。また、ハナジェースは実は召喚で得られるスピリットだったので、お題なかったんですね。それ、新たに戦えるようにしています。新たに足されたのは、シン、メツ、ラウラ、マルベーニーと誰か。このモザイクがかかっているのは、プネウマです。原作の終盤に出てきます。スマブラをきっかけに原作を遊ぶという人も割と多いですから隠してみましたが、プネウマって大事なキャラなのに公式アートワークが存在しないみたいなんですよね。でもこのスピリッツにはなぜか絵があります。これは本作のために原作のキャラクターデザインを務められた斉藤正嗣さんが書き下ろし、モノリソフトさんが仕上げてくださっています。尊いっていうのはこういうことを言うんですかね。感謝しています。それとレックスをレベル99にするとマスタードライバー状態のレックスに超過できるようになります。これも終盤の展開を含むので念のためにモザイクをかけておきましょうかね。ミーファイターのご紹介です。4体います。こちらをどうぞ。What character are they about to kill right now? What character is getting murdered in cold blood? What character is getting murdered in cold blood right now?Oh no! They didn't! Duncan! Where's Duncan? Where's Duncan? Somebody call Duncan right now! Somebody call Duncan right now! Oh no! He was supposed to be the chosen one! You hate to see it!Oh, I know that pain very well. It's over, dog. Why does it hurt so much? What? The Arthur? Hey! This game haunts my every day. Hey, I'm level 2, bro. This game haunts my entire life, but it's fine. Wait, Palamu!It's not over. Please. Oh my god. It's over, dog. Oh my god. It's not over. We stand the Palamutes.It's over for y'all. No cap. なぜかここに来て、カプコンさんゆかりのものが増えましたが、これはモンスターハンターライズの発売が近いからですね。ゲーム内でリオレウスとも戦わすことができます。魔界村の新作も出るそうでびっくりです。そして肝心の配信日についてです。3月5日に配信予定です。ファイターパスレベル2があればそのまんま受け取り可能、単体でも購入可能です。はい、最後に余談です。すでに参戦ムービーが公開されていますよね。ご覧いただけましたでしょうか。今回の参戦ムービーはスマブラ4から始まっている。今までの参戦ムービーとは全く異なるところがあります。それは何でしょう。実は唯一私が考えていないムービーなんですね。参戦ムービーはいつも私が台本を書くところからスタートします。それを土台に CG 会社さんやアニメ会社さんと組んで作ることが多いのですが、今回の CG パートは
最初の構成からモノリスソフトさんに一任しています。ゼノブレード2をプレイした時、その実機ムービーの質素量、そして完成度に驚きました。そしてモノリスソフトさんに委ねるのが何よりであろうと考えたわけです。おかげで原作のリソースも豊富で、原作とのつながりも深く良いものができたと思っています。どうもありがとうございます。もちろん CG に対していくばっかの監修は行っていますが、いつもよりずっとそうです。ゲームパート制作はいつものようにスマブラ開発チームで、ゲームパートのセリフは私が考えています。最後の効果音付けまで監修するので、 CG パート以外の制作は変わらないですけどね。ファンに喜ばしいものになっていただければ幸いです。個人的にはキャラクター性もあって華々しくて良いと思っています。それと今回手前にフィギュアがありますね。これもちろんアミーボじゃなくてですね、市販のものですけれども、非常によくできていますよね。私は参戦ファイターが決まるとこういった立体物を買い求め、モデル班に渡して制作の参考にしてもらったりします。立体物は必ずしもゲーム設定通りに作られているわけではないのですが、何らかのヒントになることもあります。足の裏とか。オフィスの私の席には多くのフィギュアを置いているところがあります。未発表のファイターのフィギュアは念のために鍵付きの棚に隠していたりしましたが、何より今はもうオフィスには入れない状況ですね。けれど頑張っていきたいと思います。そしていよいよスマブラスペシャルのダウンロードコンテンツもあと2体です。こういう何々の使い方を放送する機会もあと1回しかないです。次回をお楽しみに。次こそは、スタジオの撮影ができるようになってるといいですね。それでは次回お会いしましょう。さよなら。